錦織神社は、大阪府富田林市ぐう高田町にある神社。旧社各は豪社。ただし地元では、錦織を、に、しこり、にしこり、にしり等と呼んでいる。神社のある地域は、太古は、にしきべぶと呼ばれていたようで、古くは、織物の技術を持つ人々が、くだらより都来し住み着いていたとされている。神社は、にしきべぶの氏神である。創建年代は不明であるが、 昭和10年の本殿修理の際に、地中から平安時代中期の丸瓦、平瓦が発見され、その頃かそれ以前に創建されたと推定されている。神社は山和川支流である石川の谷に位置することから、千葉や赤坂村の県水分神社や富田林市、宮町にある美グ、くるみ玉神社と共に、古くから川地国の三密文社として広く信仰を集めていた。 明治以前には水軍神社や水軍天皇宮と称していたが、1907年に現在の社号に改称した。参道前の鳥居、川西小学校の門の横に大石鳥居があり、そこから約150メートルの長い参道が続いている。長い参道はかつてやぶさめが行われており、ババアサ先と呼ばれていた。社務所と拝殿の間を通り抜けると、正面に本殿。 その両脇に拙者の社殿が並んで見える。本殿、ありがとうございます。